コンサロ・ハビエル・ロドリゲス・プラドは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス出身の元サッカー選手。ポジションはディフェンダー。ビジャレアル CF 時代の2006年8月、ラモンデ・カランサ杯の試合中に、右膝十字靭帯断裂の重傷を負い、2006から07、シーズンの大部分を棒に振った。2007年4月15日のヘタフェ CF 戦で、戦線復帰したが、同年6月14日、 再び右膝十字人体を負傷した。2008年1月、長期離脱したファブリシオ・フエンテスと入れ替わるように7ヶ月ぶりに戦線に復帰した。それ以後は、センターバックのレギュラーとして、ディエゴ・ゴディンとコンビを組み、チームの上位進出に貢献した。2012年夏、ビジャレアルの2部降格もあり8シーズン在籍した、チームを離れ、同僚のボルハ・バレロットともに、 イタリアの悪夫フィオレンティーナへ移籍した。移籍初年度からヴィンチェンツオ・モンテッラ監督の信頼を勝ち取り35試合出場6得点を記録し、クラブのリーグ4位フィニッシュ及び、来期のヨーロッパリーグプレイオフ出場権獲得に貢献した。2015から16シーズンには新たな指揮官に就任したパウロ・ソウザによってキャプテンに任命された。 2017年4月9日に行われた UC サンプドリア戦でクラブ公式戦200試合出場を達成、同試合ではビオラにおける自身25得点目となるゴールも挙げた。2017から18シーズンによりサンドレンソと3年契約を締結し、13年ぶりにフルスへ復帰することが発表された。アルゼンチン代表には2003年のホンジュラス戦でデビューしている。 彼はこの時19歳であった。2005年のコンフェデレーションズカップでメンバー入りし、2006年ドイツ W 杯もメンバー入り濃厚であったが、2006年4月17日の FC バルセロナ戦で左足首内側の人体断裂という大怪我を追い出場できなかった。ありがとうございます。